皆さんこんにちは、マットです。さあですね、今回はですね、またちょっとね、短い時間なんですが借りてきました。2019年一番売れた 250cc バイクですね、ホンダのレベル250。これね、ずーっと気になってたんですよ。一番売れてる 250cc バイクだからすごい気になっていて、でね、シンプルになんでレベル250は 250cc バイクの中で一番ね人気なのかっていうのをね、今日探っていきたいですね。こうやってね、パッと見てね、いろいろかっこいい角度とかを探してたんですけど、シンプルですよね、やっぱり。僕 SR400 乗ってますけど、 SR しかり、レベル250しかり、パッと思いついたのがシンプルだなっていう、やっぱシンプルイズベストなのかなっていうのがちょっと思ったところがありまして、でこうやって見ていくとね、ミラーとかウインカーですね、ウインカーがもうちょっとなんかこうとっつけた感があるから、これって逆に言うと、ミラー、ウインカー、さあカスタムしてくださいっていう、なんか SR もそうなんですけど、カスタムベース車っていうことで、買った後の自分色に染めていくバイクっていう、そういったね、やっぱこう、カスタムして楽しむバイクっていう部分もね、人気の一つなのかなと、こう今ね、眺めてて思いましたね。SR しかりですけど、あと価格ですよね。ABS が付いてないモデルだと、50万ちょっとぐらいなんですよね。このレベル250。価格が圧倒的に安い。安いんですよ。人気を二分してますけど、フルカールの、例えば、忍者250とか買ってしまうと、多分ね、65万ぐらいだから、忍者250って、まあ、忍者の場合は ABS ついてたりしますけどね、忍者新車で買うと65万なんで、あの辺のフルカール 250cc かっこいいですけど、買うとやっぱ高いんですよね。じゃあこう初めて、特にこう若い人たちがバイクを買うぞってなった時に、65万の新車って買えるかって言われると、僕大学生の時にはとても65万の新車なんて買えなかったので、中古のね、忍者 250R を40万ぐらいで買ったのかな、40万ぐらいだったな確かで、買った記憶がありますが、ただこのレベル250は新車でも50万ちょっとぐらいっていうので、圧倒的な価格の安さ、まあ、そこがね人気なんじゃないのかなと思いますね。こうやって見ていくとね、タイヤも太いですね。フロントが13090だったかな、リアは15080、まあ、これレンタルバイクなんでちょっとね傷が結構入っちゃってますが、あと若干汚いっていうね綺麗なやつを借りてきたかったんですけどね、映像撮るときは。まあまあまあ、それはさておきっていう、まあ、シート高がね圧倒的に低いんですよ。シート高が690ミリなんで、165センチの僕がまたがってもね、足かかとべったりですよ、両足。これがね、あの人気の2つ目のポイントなのかなと。足つきがいい、まあ、女性にもすごい優しいポジションにあるってことですよね。 SR でも100、790ぐらいありますからね、その辺はあるので、両足べったりではないんですよ。若干かかとが SR 浮くかなっていう感じですが、エンジンは単気筒の 250cc、 これエンジンのベースは CBR の 250R ですね、あの RR じゃない方がエンジンベースで開発が入ってるみたいですね。だからね、思ったよりね元気なエンジンだなって思いましたね。この見た目、もっとゆったり走るのかなと思ったんですけど、思ったよりはこうパワフルなエンジンっていうのね、ちょっと面白いなって。もう本当にこう、さあいじってくださいって言ってる感じのバイクで、まあ、どうカスタムしていこうかなっていう、まずそこに目が行きましたよね、このレベル250ですが。さあということでね、レンタルしてる時間もありますので、早速ね乗っていきたいなと思います。さあね、早速乗りましょう。このよいしょ、圧倒的なシート高の低さ、すごく安心感がありますね。両足べったりですね。で、禁音がねここなんですよ。ここがちょっとアメリカンチックって感じですね。これハンドル周り、まあレンタルバイクなんで ETC がついてたり、僕のインスタ360 1R がついてたり、ちょっとごちゃごちゃしてますけど、何もついてない状態だとね、すごいシンプル、それもねいいですよね。メーターもすごい、ほんと必要な情報だけありますからね。ではOK、行きましょう。さあレベル250、早速行きましょうかね。お、ロケット3だ。野生のロケット3は初めて見たかも。初めてじゃないね1個前の方ですね、しかも。さあ気を取り直して、レベル250の人気を探っていきましょう。結構パワフルなんですよね。でいて、コーナリングもね、どっしり系かなと思いきや、意外とね、コーナリング
楽しいですよそう思ったよりこうパワフルで元気のあるエンジンですね。これさ、あのホンダ乗り慣れてないから、ホンダと多分2台持ちしてる人あるあるだと思うんですけど、ウインカーさ慣れるの時間かかるよね、ホンダのバイクって。あ、ウインカー逆だーっつっていつもウインカーとホーン逆だーってなるんですよね。あ、元気ですね、元気なエンジンだ。ポジション的にはこうフォワードコントロールっていうほどではないんですよね。ハーレーとかと比べるとフォワードコントロールっていうよりかはミッドコントロールよりちょっと前みたいなすごい微妙な例えなんですけど、まあこの真ん中のなんか SR400 とかの普通のネイキッドのザ・ネイキッドっていうミドルのミッドコントロールのポジションよりやや前って感じですね。かといって足をバーンってこう前に構えて乗るタイプのバイクでもない、そこまで前でもないっていう感じですね。試しにね、結構加速してみましたけどね、加速は十分ですね。さすが、CBR250R のエンジンからこうね、開発が入ってるなっていう印象を受けますね。いやー、パワフルなエンジンですよ、見た目以上に。加速力も十分なんで、この感じだとね、高速道路走っても何の問題もなさそうな、そんな感じを受けますよ。高速走るとおそらく風は辛いだろうなっていう印象かな。風は多分辛いと思います高速走行時の風はね、車体の軽さもあるんですけど、僕の SR とかよりちょっとね、やっぱアメリカンチックなんでワインドなんですよね、ハンドルの幅が。だから体をこういう風に大きく構えてこういう感じで風を受けていくので、まあ、いわゆるアメリカンみたいなバイクで高速走ってちょっと風つらいなっていうのと一緒だと思うんですけど、まあ、ハーレーとかと違うのは圧倒的な車体の軽さなんで、結構ね風の抵抗は受けますね。ただね、やっぱねこのフロント130でリアが150のタイヤですよ。このね太いタイヤのおかげでね、 250cc にしては直進のね安定性が抜群にいいですね。僕の SR より全然直進安定性いいですね。 SR なんかヒラ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 してる感じしますもん。車重は、レベルが170キロで SR が確か175キロぐらいなんですよね。なので、ね、車重的には、ね、そこまで差はないんですけど、忍者250とかフルカールのモデルになるともう5キロぐらい確か軽かったような印象でしたかね。もうちょっと軽いんですよね、フルカールの 250cc バイクって。なんですけど、このレベルもね170装備重量ですよ。装備重量で170キロぐらいと、まあ誰が扱っても小柄な人が扱っても安心できるこう車重に落ち着いてるっていうところあたりで、シート高がね脅威のっていうのもあれですけど、690ミリっていう逆の意味で脅威ね、に収まってるので、まあそれもあってね、すごくね乗りやすい、誰が乗っても乗りやすい、そこがね選ばれている理由の一つなのかなっていうちょっと思いましたね。うわー、風は確かに正面からめっちゃ受けるまあでもこの辺はネイキッドバイクでね走ると SR とかもそうですけど、まあねこんな感じなんですよね。風ってなる風つらいってなるから、うわー、あー曲がるな、結構思ったよりどっしり系なのかなと思いきや、意外とねスーッとこう切り込んでってくれる感じしますね。もうイメージ的には完全にハーレーのブレイクアウトみたいなイメージをしてたんですが、全然違うね。ハーレーのねブレイクアウトとかだと、あれこれどうやって曲がるのっていう感じに曲がっていかなきゃいけないバイクなんですが、これはね意外とね自然とスーッとワイディング走れると思いますよ。街乗りでも全然わかるもん、この扱いやすさね、見た目以上のこの扱いやすさ、あとコーナリングのしやすさね。ちょっとここで U ターンしようかな。そう、ウインカーが慣れない。
さあちょっとここで U ターンをします。すっ、ああいいですね、しやすい U ターンも何の不安もないですね。いいね、シフトもすごい軽いな。パッと、あーでもあの切り込んで曲がっていって立ち上がっていくぞって なるとちょっとね、もうちょっとパワー欲しいなってなりますね。あの 250cc フルカウルとか、あのスポーツ系のバイクを乗り慣れてると、あ、ここの立ち上がりの加速がもうちょっと欲しいってなりますね。その辺は、あ、比較的やっぱマイルドなんだなっていうのはありますが、未だに慣れないウインカー、ウインカーとホンが逆、ホンダはね大体この配置なんですよ。ホンが上にあって、ウインカーが下にあって、これホンダ通りの方はすいませんね、あの当たり前だよって思ってると思うんですけど、僕とかはあのホンダのバイク持ってないので、ここで、ね、いつもねピッピッってやっちゃうんですよね。あ、ホン押しちゃったっつってあるある。よいしょ、いいね。あ、でもそんながっつり攻めるぞってなければ十分な立ち上がりですよ。さあ今からめちゃくちゃ攻めるぞっていう走りをしなければそんなに不満はないかもしれないですね。いや、レベル250はね値段安いから、これからバイク乗るのでレベルいいなって思ってる人いると思いますんでね、まあそういった人向けにね、こうちょっと、まあ、少しでも参考になればなと思いますね。本当にレベルとかだとポジションすごいいいんで、直進安定性もいいから快適なんですよね。快適だから、ああ、もう60キロ巡航でいいやって、早く車にバンバン抜かされますけどね、60キロ50キロ巡航でいいやって、それ以上別に出さなくてもいいやってそういう感じになるんですよ。だから結構僕 SR 買ってからは SR でガンガン街乗りしてますけど、街中を走るときはほぼ SR みたいな感じのところはあるんですけど、レベルの方がねもっと気軽に乗れますね。まずねキックスタートじゃないからね、まあ、それは別として、やっぱポジションが SR よりさらに足つきがいいから、で直進安定性があるっていうのと、あとタイヤがねすっごい太いおかげで、250cc クラスのバイク乗ってるとよくある、ちょっとタイヤの溝、ちょっとある、道の溝とかでタイヤガッて取られるじゃないですか。レベルのタイヤのサイズは多分ねそこもね安定してまっすぐこう進むことができると思いますね。それはね今日乗ってて思いましたね。普通に下道で工事中のところとか、ちょっと工事との切れ目があるところの道のところと油断してると、 SR とかの普通のタイヤサイズのバイクだと、あーっつってこうハンドル、こういうとこですね、こういうとこハンドルねちょっと取られるんですけど、レベルだとわざと今こう乗ってますけど、全然こういうところはね、むしろね、は、水あるのみたいな感じの、大型バイク乗ってるのと一緒な感じですね。まあ、そういったところもね、やっぱ乗りやすさっていう面で、いや、ピカイチなのかなと思いますね。でね、こうやって止まるじゃないですか。止まった時のね、この足つきの良さですよ。両足ついて、ベッタベタですよ、これ。両足ベッタベタの足つき。すげえ。初めてだよ、こんなベタベタのバイクに乗ったの。ね、このレベルのロゴもいいですよね。やっぱこうやって見るとこうカスタムしてくださいっていうワンばかりのデザインですよね。マフラーまず変えるでしょマフラーまず変えるよね、最初。ウィンカー変えたいですね。ウィンカーも変えたいし、ミラーは僕絶対パワーエンドにする。レベル乗るんだったらミラーをパワーエンドにして、ヘッドライトもね変えると面白いかもしれないですね。ヘッドライトをカスタムすると本当に違った見た目のバイクになりますからね。って言ったようにね、全然こうポン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 こう変えたいところが思いつくっていうあたり、やっぱこうカスタムして自分の色を出してくるっていう、まあ、そんな感じのところも人気の一つなのかなっていう感じですね。なのでこう乗ってみたんですけど、すごくね乗りやすい、これほど乗りやすいバイクあるんだみたいな。でこうマイルドなのかなと思うと意外と速い意外と速いんですが、高速道路とかだとちょっとこう風が辛いかなっていう感じなんですが、まあそれはネイキッドバイクの宿命なんで、なおかつちょっと軽いから余計にそう感じてしまうかもしれないですね。まあ誰が使っても
僕みたいな小柄な人間が使っても安心して扱える、軽いからさ、ちょっとよろってなった時にフンって戻せるところがいいんですよね、こういうバイクって。300キロ近いバイクとかだとそのまま、あーさようならコテンって終わるんですけど、だカスタムできるこの幅の広さ、値段のやつさ、乗ってみて調べてみると、あーなるほどっていう納得のバイクですよ。これは売れるわっていうやっぱり乗りやすくて安くてかっこいい、これがね一番重要なんじゃないかなと思いました。ということでご視聴ありがとうございました。今一番人気の250、レベル250、楽しかったです。